どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もやってまいりました、毎週月曜日配信の ABTV ネットワークラジオ MC のあなたは猫派それとも犬派。私は断然醤油派です。猫犬ださねひこです。このラジオでは視聴者の皆様から寄せられたお悩みを私猫犬ださねひこがにゃんわりと解決しちゃいます。それでは早速今週のお悩みを紹介しましょう。誰かに親切にしてもそれがあだでしか返ってきません。なので最近友達が困ってても助けようか戸惑ってしまう時があります。どうすればいいですか。要するにあだ打ちがしたいということですね。わかりました。あなたのあだ打ち手伝いますね。完全にお悩みの内容を履き違えてる猫がいると。はい、まあ冗談はさておき、最近このラジオをやっていて本当に良かったなぁと思うことがあります。皆様が寄せられるお悩みというのは私自身の悩みでもあったりするんです。私も良かれと思ってやったことがマイナスに働いてしまったということがたくさんあります。なんで俺が損しなきゃいけねえんだよと、人に親切にすることが嫌になったことがあります。その時思ったんですよ。もう二度と人のために何かしたくない。なんですが、私はかつてコンビニでアルバイトをしていました。コンビニというのはいろんなお客さんが来ますよね。老若男女、職業、国籍問わずいろんな方がいらっしゃいます。そんなバイト先で私はあるお客さんに出会いました。それはかなりぐでんぐでんに酔っ払ったおじいさんでした。どれくらいお酒を召されたんでしょうか。レジ前にあったくじ引きの景品のぬいぐるみに、お勤めご苦労様ですと敬礼をしていました。また変な客来たよと、マジで憂鬱になりました。しかも小指がないんですよ。まあどちらの組の方かは知りませんが、けじめはつけられたんでしょうね。そしてそのおじいさんはレジの方に来て私にこう言いました。おじさんこんなんだけど全然怖くないからな。まあそれが逆に怖いんですけどね。うん。でそのおじいさんはですね、タクシーを呼んでほしいと言ってきたわけですよ。コンビニに来て何も買わずにタクシーを呼んでくれと。でも私タクシーの電話番号は知らなかったので、コンビニを出て大通りに向かってタクシーを引っ張ってきたわけです。でそのおじいさんをタクシーに乗せて、路列の回っていないおじいさんから行き先だけ聞いて、それをタクシーの運転手さんに通訳して送り出したわけなんです。完全に業務外ですけれども、困っている人がいたら助けますよそりゃ。でね、その人を助けたからといって私には何のメリットもないですよ。だけどなぜでしょうかね、そのおじいさんがちゃんと家につけたのかなぁと気になっている自分がいたわけです。そのおじいさんがどうなろうが自分には何の関係もないけど気になってしまう、これはですね性格です。お悩みを投稿された方もそういう性格なんです。現に助けようかどうか戸惑ってしまっている。うん、もう性格出ちゃってますね。その性格は絶対に治らないです。私が言うんだから間違いない。だけどあなたのその親切に助けられた人がいるという事実も変わりません。まあその人が鶴になって恩返しに来るのを気長に待ちましょうや。それでは今週はこの辺で See you next にゃん。Next.